柳井順次柳井順次5月25日から1988年1月20日は昭和時代前期の台湾総督府官僚台北州知事衆議院議員柳井育太郎の次男として佐賀県宮城郡木山村大和長野に生まれる旧正佐賀中学校第一高等学校を経て1920年10月高等試験に合格し 1921年4月に、東京帝国大学法学部政治学科を卒業する。卒業後、内務省に出資し土木局属となり、熊本県足北郡庁、新潟県警察部保安課長、道県内務部商工課長、広島県内務部の務課長、徳島県学務部長、大分県警察部長、滋賀県警察部長、長崎県経済部長、卓務局総務課長を経て、 1939年11月に台湾総督府文教局長、ついで1942年7月に台北州知事に就任した。1943年末に退官し、戦時建設団理事、同九州団長を務めた。戦後は、1947年の第23回衆議院議員総選挙に、佐賀全県区から日本自由党より出馬し当選したが、 1949年の第24回衆議院議員総選挙では民主自由党から出馬したが落選した。ありがとうございます。